宮市を使う。宮市から谷口海斗、倒れますが笛はありません。谷口海斗左足振り抜いていった、決まった。谷口海斗これで今シーズン7点目、先制はグルージャ盛岡、後半の9分、ようやく試合が動きました。ディフレクションの形、ディフェンダーに背中に当たってコースが変わりました。井上亮太一歩も動けず、これはラッキーな形で谷口海斗先制点を奪いました。ようやく後半の9分にゲームが動いています。グルージャ盛岡とガイナーレ鳥取の